はい、こんにちは、ピースの渡辺です。あ、もう回しちゃってね。もう回します。はい、おはようございます、スケット選手、ふめもんさんですよ。おはようございます、ふめもんさん、久しぶり。久しぶりの登場。そう、本店久しぶり。1月ぶり。そう、1月ぶりだったよね。ねえ、うん、最近なかなか顔見れなくていたからさ、寂しかったよ。寂しかったの。ふめもさんも寂しかった。あ、今日やっと来てくれた。今日ね、ほんで、ふめもんさんにさ、はい、ちょっと今触ってもらってたのが、これ、ね、これ、うん、これなんだ。珍しいよね。これラパンはラパンなんだけど、これショコラっていう車ね。そう、ラパンショコラ。ラパンのショコラ。ヘッドライトとかがなんか特殊だよね。まあおしゃれ。室内も見てみた？ちょっとまだね見てないで。これね、室内もね。こんな感じ？これ。なんかすごい立派。あ、おしゃれ。多分だからこれ用のグレードので作られてる、うん、シートカバーじゃないんだ。そう、え、最初からこういうの？最初からこれいいでしょ。なんかやたらおしゃれじゃね。そう、おしゃれな感じで一般でもこれ、うん、皆さん見たことない ね、 ういうね、いい感じのラパンなんですけど、これね、この間あの、まあ、お店で売ろうかと思ってオークションから仕入れたんですけども、うん、はい、動画を見てくれてたお客様が店頭に出す前にね、うん、ご制約頂戴いたしました。もう売れたの早っ。そうなんです、速攻じゃないですか。そうなんです、ね、もうご制約いただいてたもんで、うん、今パーツの交換やってもらってるところだったんですよね、うん、やってますね。そうなんです、そうなんです。でこれ今からだからパーツ交換して、うん、あと板金塗装とかちょっとね、この辺なんか言ってるね、この辺もねちょっと傷があったりして、ちょっとね、この辺のやつ板金塗装したり、あと扉は交換する予定、はい、これなんでここどこも錆びてんだべ、これ。なんだろうね、扉だけなんだよね、うん、雪国そういう、なんだろう、なんでこんな風になったんだろう。融雪剤とかの影響か、それとも何なんだべね、ここだけなんだよ、錆びてんのが、ひどいのが、なんか不自然、不自然だよね。あげたかなんかしたとか、そういうことじゃないのかな。俺もそう思ったんだけど、ちょっといいよね、多分なんか、ボロボロそこのところ、うん、あの当たったかなんかで、そこから腐食になったんじゃないかじゃねえかなって気はするんだよね、うん、他のとこ綺麗なんだけどね。車自体ね、そこは綺麗だよね。ここは綺麗なんだけど、うん、まあなもので、この扉は今交換する予定で、うん、もう パーツは届いてたんです、ここに。これもうパーツ届いて、はい、あとふめもんさんにとりあえずこの車の消耗パーツの、あ、そうだ、今やってもらってたのが、今やってもらってたのが、もうね、外した。あ、ありがとうございます、うん、もうね、こんななってんのね、おそらく一回も交換してないのかなって思うけどな。このやっぱプラグとかってさ、うん、なんか、うんね、交換してないの結構多いよね。なんかね、うん、これやった方がいいよね。なんていうのかな、あのイージームだと長持ちするから、うん、そうね、10万キロに1回って言うんだっけ、うん、言ってるんだけど、実際ね、うん、10万キロその性能を持つかっていうと怪しいところだよね。うん、なんかね、やっといて、うん、交換してる方がいいのこれじゃね、うん、完全に、ね、これはやっといた方がいいでしょう、間違いないね、うん、はい、まあ、一応とりあえず、これのスパークプラグ交換と、うん、あとファンベルトの交換、あ、ベルトあったね、これが日本掛けなんだね、はい、うん、今、うん、そう、ふめもんさんね、ちょっとこれ、うん、やってもらってるところでした。うん、はい、いつもすいません。お安いご用です。すいません、はい、助かります、はい、取り扱い車種じゃねえだろうけど、やりますよ、さっきとね、何でも、はい、何でもできるんです、何でもやりますよ、はい、すいませんけども、じゃあ、プラグ交換とベルト交換よろしくお願いいたします。はい、はい、お願いします。かわいいでした、これね、かわいいね、ヘッドライト、このグリル、バンパーがね、特徴的ね、このね、かわいいよね、本当に、お金がないね。それ玉数ないんじゃないか。でもないでしょ。すれ違ったこと見たことないもん。うん、俺もほとんど見たことないんだよね。そう、ほとんど見たことなくて、でも名前は聞いたことあったんだけど、ショコラっていうのは聞いたことあって、おおと思ってだから買ってみたんだよね。ちょっと外装のね、板金塗装とか扉交換とかちょっとね、あのお金はかかっちゃうんだけど、でもしっかり仕上げればね、いい感じに仕上がるんじゃねえかなと思います。ほが綺麗だから。あ、何、続々？続々こういうの入ってくると面白いな。なんか見たことない車、ね、あのグレードとかだしね。いろんなのね。いろんなのやっぱ入れていきたいんで。ね、この間ほえばスペーシアカスタムとかも買ったの。ああ、のね、見ましたよ。青いやつね。新しいやつ、ね。あれもちょっとすごい気になる。まだガクト店に置いてあるのかな。そう、うん。まだ持ってきてないんだけど。ちょっと。ふめもんさんレビューしちゃっていいかな。あれナンバーついてるから。あ、あと持ってきてちょっと乗ってみようかな。乗りたいね。ね、せっかくだからね。ご期待ください。はい、すいません。あ、大丈夫。いいよ。いいよ。私ね、夢中だからね。全然ほら、進まなくなっちゃうよ。でもふめもんさんずっと手動いてるからね、くじと手とどっちも動いてるから、喋りながら、ね、こうやってミスったりしたらすぐいけないけどね、ミスないです、大丈夫です、ね、大丈夫ですね、プラグ交換中です、ちゃんとやってます、ね、
楽しくて楽しくてね。お手伝いがさ、サクサクありがとうございます、うん、俺本当に助かってるよ、メンモさん、ね、本当にいつも思うけど、うん、本当に助かってます、ありがとうございます、本当にありがとうございます。エンジンオイル、バッテリー、プラグ、うん、ファンベルト、AC ベルトが交換して、あと扉を今からあそこの箱ね、あれ入ってからあれ扉交換して、外装の右後ろのフェンダーのところちょっとね、傷サビっていうのが浮いてたので、ここのところは板金塗装で仕上げの方やってきます。動画切ろうと思ったんですけど、今日ケンちゃんが扉交換してくれって今言ってくれて、なケンちゃん、いつもお疲れ様です。いつもね、いつもありがとうございます。ケンちゃん、はい、扉の交換中。いいね、おかっこいいな、ケンジョーラー、いい男だな。おぉ、知ってます。なあ、働く男、なあ、いい男だぜ。頑張ってんな、今日もな。どう、難しい？いや、簡単。あ、簡単。簡単。簡単って言い方変だけど、交換だから。そうだね。これ運転席の方とさ、またあの配線とかガチャガチャして大変なんだよね。後ろは多分ちょっとね、うん。でも後ろはまだやりやすいんだこれな。後ろはやりやすいから楽。ねえ、ケンちゃん、ケンちゃんに相談したっけ。あ、いいよ、もうやっちゃうよーっつってね、すぐやってくれたから。すいません、助かります。あ、いいえ。まあじゃあよろしくね。よろしくお願いします。はい。はい。ケンちゃんにね、バックドア、バックドアじゃないか、後ろのリアドアが今やってもらっておりました。いいね、これで中古パーツでございます。さっきみたいに錆び出るやつだぞ。どこだっけかな、後ろさん置いてった、あ、了解、あ、これか、これ、これな、外したやつ、これ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 、ピースでね、よくね、このドアとかね、パネルの交換はするんですけど、こんだけ錆び出ればな、これこんだけ錆び出れば板金塗装してもダメだもんね、これね、これ交換が間違いないです。よし、ほんじゃね、とりあえずあとは、右側のタイヤフェンダーのところはあそこは交換できないから、板金屋さんの方で扉交換したら板金屋さんの方に持ってって、外装の仕上げね、やってもらいます。しかしおめえ何でもできんな。いや、何でもできんな、おめえな。できるやつは。できるやつは。できそうなやつは。ケンちゃんな、磨きもできるし、整備もできるしな、運送もできるしな。でもトラックのなんか今一番なんかこう好きだすだな。今ブームなんだべ、そう。トラックの配送。トラックは壊れっか、俺が壊れっか。ちょっとやな。言うなんかまだ走ってっかんな、ケンちゃんな。言うなんかまだ。本当に最近ケンちゃんね、あのピースの配送のな、トラックの仕事が、ね、いっぱいやってくれてるんだよね。ありがとうございます。今週まずはあのまた山形県の方に買取の、お車がありましてね、はい、またお願いいたします。はい、喜んで。今週末、はい、山形県、あとは宮城県の白石の方に、ね、納車がございます。あ、納車ですか。納車ね、はい。またケンちゃんに行ってもらいます。はい、はい、喜んで。はい。じゃあ、あの買ってくださったお客様、あと売ってくださったお客様、ケンちゃんが行きますんでね、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。じゃあお願いいたします。はい。はい。ケンちゃんにね、まず、このラパンでやってもらっておりました。ほい、それとですね、先日ご制約いただいていた N ボックスです。こちらの車がね、後ろのバックドア、これね、確かこの辺ちょっとへこみがあったんですけども、あのご制約いただいたね、お客様向けのもう個人的な発信動画にはなっちゃってるんですけど、ちょっとへこみあったやつ、おまけでね、あの板金塗装で直しときましたので、まあ綺麗に直ってるね、いい感じじゃないかな。やっぱね、ご制約いただいて、あのバックドアだけちょっとね、目立つエクボがちょっと目立つになって、こう売ってる私としてなんかこうね、こう気になったもんで、おまけでそこのとこだけ、板金塗装やらせていただきました。アドは完璧だと思います。ほんでまたまた今、ふみもんさん。あ、見つかっちゃった。見つかっちゃった。ふみもんさん、またまた。あ、もうね、こちらの N ボックス、仕事早いね。もうサクッとね。サクッとね。やっちゃいますから、ほら。あのラッパもサクッとやってもらったから、ケンちゃんがさ、次のやつ、あの、ドア交換やってくれてましたよ。うん、ありがとうございます。で、これ、
早いね、あっという間だね、もうね、もう取り扱い車種、うん、取り扱い車種なんでね、もう簡単簡単ことよろしくお願いいたします、はい、これはまたプラグ交換やって、うんうん、ベルト交換ト、ねね、あとバッテリーの交換まで、はい、了解です、うん、お願いいたします、ね、しかしこれ後期なんだね、そういいでしょ、これね、この間、あ、そうだ、ほんでこの、うん、Nボックス、うん、ご制約いただいたお客様に、うん、俺約束してたのがあって、ふめもんさんにパーツ交換やってもらうっていうふうに約束してたの。いや、ありがとうございます。あの、ふめもんさんご指名だったんで。あ、そうだったんですか。あ、そうなんですよ。あ、ありがたいですね。またしっかりと、じゃあパーツ交換作業お願い、うん、あ、せっかくだからさ、はい、下回り今上げてみれる、上げてみられる、ほんとね、この YouTube 見てくださってるお客様で、うん、うちの動画いっぱい見てくれてるみたいで、 ありがとうございます。本当にね、せっかくだからさ、そのお客様向けの動画なんだけど、ちょっと下回りとかちょっと見でいきましょう、うん、一応ね、うちで店頭に出す前に錆止めとかある程度、まあ、仕上げをやってはいたんですけども、エンジンオイルの交換とかこの辺は終わってはいてて、綺麗に塗られてますね、いいでしょ、いいでしょ、綺麗な感じでしょ、状態、うん、錆ってボロボロってとこないね、いいでしょ、綺麗に塗られてる、本当あのマフラーまで、そうなんです細かいなしかし細かいね、キーさんのね、下の見て、ね、いいでしょ、ちゃんとね、ちゃんとやってもんなくね、塗れるところしっかりと錆でもやってあります。これさ、黒く塗ってやっから錆が見えねえぐわなっちゃってんだけど、うん、でも腐食がなんかひどく出てるとこもなんもないでしょ、これないね、こういうとこでわかるもんな、そうなんですよね、綺麗綺麗、形がすごくこういうとこだからよくあるよね、一番ボロボロになってるところね、一番ね、うん、よくなりやすいところ、そう、黒くは塗ってあんだけど、うん、まあ元々も綺麗な状態だったんで、めちゃくちゃ状態良かったんじゃないの、良かったんですよ、そうそう、本当のものが良かったから、お客さん見てもらう、お客さん当たり、これ良かった ね、 ね、本当に当たり、本当良かったね、これ社長と出会ってから楽しみがいっぱいだ、ね、社長、文夫さん本当にいつもそれ言ってくれるよね、もうあのね、そうですありがとうございます、ね、うん、僕すげえね、人生が今充実してます、めちゃくちゃ社長に出会ってから、うん、ね、ありがとうございます、本当に作業が楽しくてね、自転車の作業がすげえ楽しいですよ、うん、なかなかこういうのってね、そんなにないんだよね、ディーラーでさ、こういうパーツ交換ってさ、うん、車検だからってそんなにあっちもこっちも交換することってないから、まあ、うん、新しい車だからね、まあ、なんだ、車検1回目の車検とかだったら交換することって ね、なかなかないもんね、交換しないねないよね、なかなかね、3年で何が全部交換するかって言ったらないもん、うん、ないよね、うん、なかなかね、そうだよな、ウジラーで触ってるやつだとね、ある程度やっぱり距離が乗ってたりね、うん、年数が経ってたりになるから、うん、まあ交換した方がいいよなっていうのがね、いろいろあるからね、なのでね、整備士の腕がなりますね、いやね、そういう風に言っていただけると本当に俺も安心してさ、ふめもさんにこうやってさ手伝ってもらわないとさ、でも本当助かってるよ、これでもエンジンもいいでしょ、このさ N ボックスってさ、オイルの漏れ床なんてほとんど見たことないね、見たことないね、見たことないよね、よ、うん、俺も仮装工でメンテナンス不良とかっていうのだったら、うん、あんじゃないかなって思うけど、本当に稀だよね、よっぽどの仮装工とか、うん、本当だよね、あのね、オイル漏れって大体ね、メンテナンス不良だから、うん、エンジン音、うんうん、交換してずっと乗ってると、うん、絶対漏れる、うん、ね、うん、でエンジンオイルは、うん、こまめにね、しっかり交換してください、だね、こまめにやっぱりメンテナンスやっていかないと ね、それぐらいやっとかないと、何もしねえで乗ってると、そりゃ壊れちゃうわな、持たないから、そうなんだよ、何もしねえで乗ってると、そうだね、壊れないように乗っていくって感じだよね、車ってさ。これでも交換時期だったでしょ、多分、あ、今から。今からね、うん、8万キロくらいだから多分1回も交換してねえからね、こいつも交換して、交換してないねっぽいね、交換してないっぽいね、これはね、やっといた方がいいよ、なんかやっぱ8万キロだけど、8万キロだけど、これやっといていいよね、もうなんていうのかな、うん、この具合、焼き具合っていうかね、うん、痛んでるね、痛みがね、わかります、ね、やっぱね、整備やっといて終わりことはね、いかんね、そうっすねすいませんけど、じゃあ、あとプラグとベルトとね、うん、ブレーキオイルまで、ね、お願いできればと思いますんで、よろしくお願いいたします、はい、はい、お願いします、はい、ふみおもさんにね、またまた N ボックスの納車前のパーツ交換やってもらっておりました、本当にね、助かっております、はい、けんちゃんももうそろそろ終わりどこだね、はい、あとこの間オークションが出し入れてたこのスズキのスペーシアカスタムハイブリッド軽自動車ですね、これ平成30年式、
さっきふみもさんとねちょっと喋ってはいたんですけども、今持ってきてみたんで、まあ、これはあと別動画で、内装外装とかちょっと試運転動画とか別動画でレビューしてみようかなと思いますね。こんな感じの車なんかも入荷しておりました。ピース車の買い取りと販売がメインでやらさせてもらっております。いろんな車これからもねガンガン仕入れていきますんでね。あと買い取りに関しても、国内再販売向けの買い取りはもちろんなんですけども、輸出向けの買い取りだったり、あとスクラップの買い取りなんかもやらさせてもらっておりますんで、車のこと何かあればご相談いただければと思います。それでは稲賀の中古車やピースよろしくお願いいたします。バイバイ。